ジャコビー・マケープ・エルズベリーは、アメリカ合衆国、オレゴン州マドラス出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。愛称は、チーフ・タコビー・ベルズバリー。アメリカ先住民、ナバホ属発のメジャーリーガーでもある。2002年の MLB ドラフト23巡目、タンパベイデビルレイズから指名されるも入団を拒否、その後オレゴン州立大学に進学した。 ボストンレッドソックス時代2005年の MLB ドラフト一巡目でボストンレッドソックスから指名され入団した。2007年6月30日、本拠地ヘンウェイパークで行われたテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビューした。ココ・クリスプが負傷したことにより昇格し、9番センターとしてスタメン起用された。初ヒットはその試合で3回裏にロビンソンテヘダから放った。 初投類は7月2日の同じクレンジャーズ戦で、ブランドン・マッカーシーとジェラルド・レアードのバッテリーから記録した。またその試合では2類類以上から冒頭で一気に本類生還を果たし、その総力の高さを見せつけることになった。その後は7月5日にマイナーへ降格し、8月17日に一旦昇格するもののメジャーに定着することはなかった。9月1日のロースター拡大に伴い、 再びメジャー昇格。9月2日には、ボルチモアオリオールズ戦で、ダニエル・カブレラから、メジャー初本塁打を放った。9月は、活躍が認められアメリカンリーグの月間、最優秀新人に選ばれた。9月の活躍が認められポストシーズンのロースターに、登録されると、ここクリスプの不調に伴い、アメリカンリーグ優勝決定シリーズ第6戦以降は、先発選手として起用される。 結局ポストシーズンは合計十一試合で打率三百六十二十五打数九安打に投類と結果を残した十月二十七日のワールドシリーズ第三戦では新人としては史上初の一イニングに二塁打を放ち新人では史上三人目の一試合四安打を記録した二千八年はまだ新人資格は引き続き有しているため新人を有力候補と目され 2008年のベースボールアメリカの有望株ランキングでは13位。レッドソックス参加ではクレイ・バック・ホールズに次ぐ2位にランクされた。開幕からリード・オフマンとして出場し続けた。5月18日にメジャーデビューからの連続盗塁成功が25で途切れたが、1951年以降でティム・レインズの27、ミッチェル・ページに次ぐ長さとなった。6月15日には、 アンビー・マコネルが記録した31盗塁の球団新人記録を100年ぶりに更新。球団史上3位の50盗塁で最多盗塁のタイトルを獲得し、98得点はダスティン・ペドロイアの118得点に次ぐチーム2位。新人王の投票では、エヴァン・ロンゴリア、アレクセイ・ラミレスに次いで3位の票を集めた2009年4月26日、タイアン・キース戦。 5回裏にアウト満塁で、ホームスチールを決め地元ファンを沸かせた。失敗したら、最悪だったが、アンディ・ペティットの投球を見て、絶対に成功すると思ったから言った。と話した。2010年から、背番号を46から2に変更している。開幕直後、守備の際に、エイドリアン・ベルトレと工作し、バラら骨を骨折。5月下旬に復帰したものの再び d l 入り。 結局3度の DL 入りの影響で18試合に止まった。2011年は自己最多の158試合に出場、打率321、HR32 本、212安打といずれもキャリアハイの成績を残し、さらにシーズン終了後には初のゴールドグラブ賞、シルバースラッガー賞を受賞した。アリーグ MVP の投票ではジャスティン・バーランダーについで2位に入った。 2012年1月17日に年俸800万5000ドルで合意、朝廷2年目の選手としては、ミゲルカブレラに次いで、史上2位の高額である。シーズンでは開幕直後に右肩を上が急し、74試合の出場に止まった。2013年は134試合に出場し、9本塁打53打点、打率、298だった。盗塁は、 リーグトップの52個を記録した。10月31日に FA となった。2013年12月7日にニューヨークヤンキースと総額1億5300万ドルの7年契約を結んだ。2014年は負傷による離脱もあったが、事故2位となる149試合に出場。打率271、16本類打、70打点。 39盗塁という成績を記録した。2015年5月19日の大ワシントンナショナルズ戦で右膝を痛め、あとに15日間の故障者リスト入りした。その後復帰し、111試合に出場したが、打率、257、7本類三33打点、21盗塁に止まった。2016年4月22日のタンパベイレーズ戦の5回裏に、 ホームスチールを決めた。ヤンキース3シーズン目の同年は148試合に出場、打率、263、9本塁打、56打点、20盗塁を記録した。2018年は右脇腹を負傷し、故障者リスト入りした。8月6日に左腕部の手術を受け、全治に6ヶ月を要したため、この年の出場はなかった。 2019年も左全部の手術の影響で、開幕から負傷者リスト入りし、9月8日には今シーズンの11月20日に契約解除されたことが報じられ、自由契約となった。その後、けがり月中に、球団の承認を得ない、医療機関の治療を受ける契約違反をしたとして、ヤンキースが残り契約金2600万ドルの支払いを拒否していることが判明。これに対し、 MLB 選手会が仲裁の申し立てを行った。ありがとうございます。